はい、どうもプヤンです。朝鮮半島情勢がですね緊迫する中、今日はですねレアな列車を撮ってみたいと思います。東京の拝島駅からですね横田基地まで伸びる専用線のところに来てます。はい、ご覧のようにですね、こちらが拝島方向ですね。拝島方向からずっと伸びてきてですね、ぐるっとこっち向くとここが横田基地の入り口になってます。で、通常はですねこういうふうにゲートが閉まってるんですね。で、列車が通過する時になるとゲートが開くんです。ここはですね電化されてないんで通れるのはディーゼル機関車だけです。ここを何をね通すかというとですね、日本唯一の軍事輸送ですね、通称米艦、航空機の燃料を運んでるんですね。この専用線を使ってですね拝島の駅から横田基地までタンク車で燃料を運んでます。はい、米軍基地の門が開きました。これは来ますね。門が開きましたよ。